警察官の制服を着て授業を体験したのは、新潟市立古新中学校の2年生8人です。特別に作られた警察手帳も交付され、装備品をチェックする点検教練に臨みます。指導に当たるのは警察学校の初任科の学生。手帳の出し方や警笛の吹き方のレクチャーを受けた後、教官の合図で実際の点検にチャレンジしました。すごく楽しかったです。サッカー選手です。警察官はどうですか？かっこいいと思います。警笛を出すのがすごく難しかったです。いや、まだ夢はそんなにしっかりしてないんですけど、警察官も視野に入れることができました。体験授業は生徒が進路を考える際に役立ててほしいと開催されました。警察官という存在を身近に感じてもらって、で、将来の職業の選択肢の一つとして警進路の幅をこれで広げてもらったらなと思ってます。ありがとうございました。来週は交番での勤務を模擬体験します。